ムーミンの登場人物では、小説、ムーミン及びその派生作品に登場するキャラクターを解説する。作者であるトーアンソンは、小説、絵本、新聞連載漫画、戯曲など様々なメディアで、ムーミンシリーズの作品を発表したが、共通する登場キャラクターであってもその性格付けやキャラ関係などが、作品ごとに異なることがよく見られ、一度あるメディアで、 発表した作品を別のメディア向けに書き直す場合、ストーリーラインさえ大幅に変更していた。さらにアニメーションなどの二次著作においては、第三者の意図によりさらなる改変が加えられている。したがって、登場人物について解説を加える際、どの作品に準拠しているのかを明確にしないとしばしば噛み合わない。本項目は、現在、小説版。 コミックス版、アニメ版、その他の設定が、必ずしも準拠する作品を明示することなく、入り混じった表記になっているため注意が必要である。ムーミンシリーズには、ムーミンのほかスノーク、ミムラ、ヘムル、フィリフヨンカ、クニット、ハイムシなどの架空の生物が登場する。下記に詳細を記すが、容姿が人に似ていても、決して人ではないこれらの名称はその生物の、 種族名であるが、一部の名称については、個人名や家族名のように使用されている。なお、ムーミンシリーズには他にも種族名や、個体の名称や、姿の見えないキャラクターも数多く登場している。また、人のような外見のキャラクターも登場するが、基本的に人ではない別の生き物で、小さかったり、尻尾が生えていたりする。以下の説明中の声優名は、 1969年1972年版ムーミン、楽しいムーミン一家、楽しいムーミン一家冒険日記、楽しいムーミン一家ムーミンダニの彗星、劇場版、ムーミン南の海で、楽しいバカンス、2009年劇場版、2019年3月16日、開業、ムーミンバレーパークアトラクションでの担当声優、ムーミンダニの仲間たち、の順に表記している。 声優名の記載がない場合は、同キャラクターについて声優がいない、あるいはその作品には未登場であることを意味する。1979年版のパペットアニメーションは、はじめは、すべてのキャラクターを、岸田京子が一人で吹き替えを演じて、CS で放送されていた。 この後2009年版を再編集をし、女優の松高子と俳優の旦田康則の二人で、すべての役を演じたバージョンは2012年に NHKBS プレミアで放送された。その他、絵本が、原作の紙芝居風のアニメ作品がある。日本で発売された DVD ソフト、それからどうなるの、寂しがり屋のクニットの言語のナレーションは、東部自身が担当。 日本語の吹き替えは、小泉京子が一人で全てのキャラクターを演じたほか、いくつかのバージョンがある。アニメーションの絵も、東部自身の絵本の絵が用いられていた。2012年にも3話になり、再発売された。ムーミントロールムーミンママとムーミンパパ。フィンランドのムーミンワールドにて、スノークスノークのお嬢さんミーがあしらわれた看板、スニフスナフキンの人形。 ヘルシン・キバンター国際空港にて、ありがとうございます。